深玉チャンネルです。このチャンネルでは最近話題になっている時事ニュースなどをネタに雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。病院の、新生児の方ですかね。赤ちゃん7人殺害の看護師に終身刑。イギリス・マンチェスターの裁判所は21日、勤務先の病院で赤ちゃん7人を殺害し、他の6人の殺害を試みた罪で有罪評決を受けた看護師ルーシー・レトビー被告33歳に対し、仮釈放なしの終身刑を言い渡した。レトビー被告は担当していた赤ちゃんの血管や胃に空気を入れたり、ミルクを過剰に与えたりしたほか、身体的暴行やインスリンの投与にも及んだとされる。2015年から26年にかけて、26年じゃないか、すいません、2015年から今2023年なので、多分2016年ですかね、チェスター伯爵婦人病院っていうのがありまして、すごいですね、そこの新生児病棟で赤ちゃん13人を、密かに危害を加えたと。これは例えばなんか赤ちゃんがね、急死したっていうことになるじゃないですか。それ調べたらどうやらこういうことだよってことが分かったってことですかね。そうですね、自然死に見せかけながら新生児を殺害する狙いだったってことで、検察がそういう感じの殺害の仕方で、それから、私は悪魔、私がやったっていうふうに書かれたメモが、病院内に落ちてたと。そのメモを警察が発見しているそうですね。私が悪魔、私がやった、じゃあそりゃで、それはこのレトビー被告が書いたものだったんですかね。筆跡鑑定とかして。そうですね。そうですか。新生児7人がもう亡くなってるのと、13人のうちの、6人も一応被害に遭って、生きてるそうです。でこの今ね、あのお写真、新生児のお洋服ですね、これ。そうですね。これを持って、ニコッと笑ってるこの方は違うんですよね。いや、これです。これがレトビーですか？そう。アメフトですね。はい。映画化もされた美談が嘘だった NFL の元スター選手が、養子を提訴。2009年のハリウッド映画「幸せの隠れ場所」で描かれた元アメリカンフットボール選手マイケル・オアー氏が、少年時代に自分を引き取った家族を訴えている。映画は白人家族に引き取られて育てられた黒人の少年が、白人家族トゥー・イー家の助けを得て大学に進学し、スター選手になる物語。オアーさんはこの映画について一度も報酬を受け取っておらず、またトゥーイー家が自分を養子にすると嘘をついて騙し、自分が18歳の時に後見人になることに合意させたと主張している。はい、ってことですね。だから何でしたっけ、このアメリカンフットボールの選手が親を訴える話ですね。これ僕この映画見たことありまして、幸せの隠れ場所っていう。あ、そうなんですか。誰だったかな、サンドラ・ブロック。サンドラ・ブロック、がそのトゥーイー家のお母さん役だったんですね。簡単に内容説明すると、黒人の少年、このオアーさんが、ネグレクトっていうんですか、黒人の家庭で、学校もほとんど行かない状態で、ネグレクト状態になってて、でそれ見かねた、そのトゥイ家のお母さんが、家に連れ帰ったんですよ。サンドラさんがね、その自分の家族として迎え入れて、自分たちの、で最終的には、そのアメフトの才能が、結構すごくて、スター選手になったっていう。ああ、いい話じゃないか。その話はいい話なんですね。その映画自体は、実際にあった話を元にして作られた映画なんですよ。じゃあいい話じゃないですか。だけどってことですか。だけれども、このトゥーイー家、このオアーさんを引き取ったトゥーイー家、実は養子にしていなくて、
2004年に、はい、このオーアーさんが18歳になった時に、はい、このトゥーイー家の夫妻が彼を騙して、はい、この夫妻を後見人にする文書に署名させたと、はいはいはい、それ養子にする署名だと思ってたのに、はい、後見人にする文書だったことで、はい、オーアーさんがその今後 の、はい、その成人以降のビジネス、はいはいの取引を行うその法的な権限を、はい、このトゥーイー家が得たと。だからこんなにね、スター選手になっちゃってるってことですもんね、方が。ね、このフットボールマイケルさんがですね、マイケルさんが結構稼ぐ方ですね、だからこうなってきたらも。もうそうですし、そもそも映画、興行収入3億ドル以上稼いだとしたら、ね、それのね、やつを、もうこのおじ、おばが、ちゃんとですね。そう。はいはいはい。多分数百万ドルの、はい、その、印税が、はい受け取ってるはずなんですが、このオーアーさんには一切そういうことですね、お金が入んなかったとですね、はい、あ、もうね、今週末ですかね、はい、これあるの、はい、そうですよ。今年の24時間テレビ、はい、8割近くが見ない、わからないと回答。毎年日本テレビ系で夏に放送されているチャリティー番組24時間テレビ愛は地球を救う。2023年は8月26日から27日に放送予定で、メインパーソナリティをジャニーズ事務所のアイドルグループなにわ男子、チャリティーパーソナリティを芦田愛菜さん、有働由美子さん、小泉孝太郎さんが担当。放送を目前に控え、全国の10代から70代の男女を対象にインターネット上でアンケートを実施。見ない、わからないと回答したのは 77% に上った。そりゃそうでしょうよ。はい、ってことですね。まあ、見るって言うてもね、何をやってるんですかね、これ24時間テレビって今年の内容なんですよ。内容がね、よくわからないんですよね。はい。はい、まず26から7日にかけて、土日ですね、やるんですが、はい、テーマ、はい、明日のために今日つながろう。はい、スペシャルドラマは、虹色のチョークということで、はいはい、知的障害者と歩んだ町工場の奇跡からですね。はい。江口洋介。はい。そしてマラソンのランナーは、はい、放送当日に発表されるそうです。あ、もうそうしましたか。すいません。そうついにそうやってね、なんていうんですかね、まあ、あとあの普段やってる番組が24時間仕様になるとか、そんなあーてか24時間って本当にあの24時間やるんでしたっけ。やってますね。あーそうですね。でも26時間ぐらいやってた。あ、26時間もやってた。あ、まあ24時間ね、うん、見たことないんですよ私のじゃあこの24時間テレビを、フルでってことですか。フルで見たことない。あ、だちょいちょいってことですよ。そうです、なんかね、あのチャンネル変えたらたまたまやってたよね。そう、あのだいたいチャンネル変えてたら、だいたいあのなんていうんですか、そうそう、マラソンで必死の顔でね誰かが走ってるとこになるんです、だいたい。富士のテレビやりました、24時間テレビは見ない、うん、富士は27時間でしたっけ、感動の終焉をつかめます。そうなんですよね、はい、なんか感動ありがとうとかね誰に言わないの、フレーズ苦手な日程の文化苦手なんだけど私も感動気づかにがなくなった瞬間見るって意味を失いました。なんかね、そうそうそう、あのね、はい、今回のアンケートですが、はい、見ない予定と断念した人が 40%、はい、分からないって言った人が 37% ですね。見ると断念した人が 23% になります。え、あ、ごめんなさいおっと、すいません、すいません、これはクマですね。そう、見たわ。クマはおしぐまですね。そうそう、はい、牛66頭を襲ったヒグマ、OSO18 駆除。ハンターが OSO18 と気づかずに駆除か。北海道東部で4年前から牛66頭を襲ってきたヒグマ、OSO18 が駆除されていたことが分かった。関係者によると、7月30日、北海道東部の釧路町で駆除された。ヒグマの体毛を北海道庁が DNA 鑑定したところ、OSO18 と特定された。ハンターは OSO18 だと気づかずに駆除したと見られている。
OSO18 は釧路町に隣接した標茶町や厚岸町で4年前から放牧中の牛を襲い続け、襲われた牛は死んだ32頭を含め66頭に上り、被害総額は2000万円を超えている。はい、そんなヒグマがいたんですね。4年前から、オソツベツっていう町名と、はい、まあ、そこから初スタートしたんですね、被害が、はいはいはい、前足の幅が18センチあったことで、はい、名前が、そうですか、はい、オソ18って、ね、このヒグマ有名みたいですよ、うん、牛を襲うとかめっちゃ怖い、人を襲わなかっただけまだ、そうですね。じゃあ和牛の味をね、うん、覚えちゃったんですね。和牛美味しいなって、ホルスタイン、ホルスタインも一応最後に和牛になるんでしょ。まあ一部一部、はい、まあでもそうだね。じゃあ乳牛ですよね。はい、そうそう。じゃあ牛乳も飲んでたんですねこのヒグマは食べながら、チューチュー見ながら、乳牛の、はい、お乳、はい、をメインに狙ったらしいです。いやらしいな、はい、このヒグマもあ、そうですか、はい、体長約 2.1 メートル、はい、体重330キロ、はい、かなり大きいねえ、はい、地元猟友会が何度も駆除を試みていたんですが、はい、警戒心が強くて、うん、もう罠にもかからなかったと。そうなん、忍者グマって言われてまして、はいはい、夜もうその橋とかも渡らずに、はい、なんか橋の下通ったりとか、ちゃんとね賢い、はい、クマやつですね。そうそう、うん、罠には本当にかからなかったらしいですね。あ、いいですか、はい、深澤先生のおしゃべりクッキング、はい今週も始まりました。なんか今日あれ違いますはい、ちょっと今日はまだなんか素晴らしいキッチンね、今日もちょっとこれカタツムリさんの英語です。違いますね、違います、違います、はい、はい、たまにはやっぱり背景変えるね、はい、はい、しましたが、はい、本日、はい、ご紹介する料理、パンに、はい、塗るシリーズ、あ、パンに塗るシリーズで、前回は ガーリッククリーム、ガーリック、あ、ガーリッククリームでした。そうですそうでした、ね、クリームドアイユっていうフランス語で言うとそうなりますが、はい、そんなの作りまして、はい、今回はまた違う、あ、はい、はい、はい、まあ、これ定番の、割と定番の、はいはい、お料理になります。はい、はい、何ですかこれは何ですかね、これ肝臓ですか。そうですね、はい、レバー、あ、レバー、レバーです、はい、はい、レバーベースですね肝臓って嫌ですねレバーです、まあ、合ってますか、合ってますけどね、はい、レバーで、はい、はい、鶏のレバーを使ったレバーベーストを本日は、はい、簡単に作れますので、はい、ご紹介しようと思います、はい、お願いします、はい、はい、ということですね。はい、はい、先生、ここまで、お疲れ様でした。お疲れ様、ありがとうございました。今週また土曜日ですが、そうですね、今週も土曜日で、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃまたそのつもりで準備をしていきます、はい、お願いします。はい、皆さんも長い間お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、これにて本日の配信は終了いたします。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さよなら。はい、さよなら。ご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあればお気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。